トイとは、河川湖湘の水を放出、流下させるための水門及び、缶のことで地表に溝などを掘って流水できない場合などに作られた。漢字、トイのこの意味と読みは、日本独自の国訓である。トイの本来の意味は、辞書には、木の名とあるが、中国では、古典でも現代でも、ほとんど使われない漢字である。トイは日本では、古代から存在していた。 トイが本格的に用いられるようになったのは山麓や戦場地の開発が進んだ中世からである。この頃には中身をくり抜いた木の幹をそのままトイとして転用した。また、松、菅、ヒノキなどの丈夫な板を組み立てて作成した木戸や底の抜けた羽釜を貫いて粘土や漆喰で固めた土トイ、瓦土イなどが用いられた。江戸時代には 複数の扉を設けた木戸井や石戸井、竹戸井も用いられるようになった。戸井は、自然の流水では導入できない用水、水道に水を導入するために欠かせないものであった。神田浄水掛け戸井掛け戸井は、用水が川や谷を渡る場合にかけるものであり、水道橋の一種である。掛け戸井、か,かり渡いとも言う。神田浄水掛け戸井が著名である。江戸時代には、関東流、 周流などの流派が存在したとされる都位の設置場所を間違えたり、破損したまま放置をした場合に、水害や河川の流路変更、故障縮小などを招いて、深刻な被害をもたらす、可能性があるために関心が高かったのだ。問いについて触れられた書物は、大畑斎蔵の地方の聞き書きや佐藤信弘の堤防工術史 谷本卿の、憲礼措置などが挙げられる。ありがとうございます。